Why did never give up?はい、どうも、もちです。いつもご視聴誠にありがとうございます。以前ですね、収益化達成記念として収益公開動画っていうのをやったかと思うんですけども、当時は1000人達成での公開ということで、まあ、どのくらい稼げているのかっていうのを皆さんにお届けすることができたのではないかと思います。あれからですね、まあ、時は経ちまして、2000人、3000人、そして4000人を超え、まあ、現在ありがたいことにですね、4500人の登録者まで増えました。本当にありがとうございます。皆様のおかげです。本当にありがとうございます。そこで今回は一気にですね、音楽系 YouTuber の2000人、3000人、4000人それぞれの時期でどのくらいの収益を得たのか、一気にね、発表していきたいと思います。それで、まあ、この世界には本当に夢が詰まっているのか、そして収益化達成のコツや収益アップの方法などもお話していきたいと思っておりますので、ご興味のある方はぜひ最後までご覧いただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。それではまずはですね、初めて見た方ももしかしたらいらっしゃるかと思いますので、私の自己紹介を少しだけさせていただきたいと思います。名前はモッチーと言います。ミュージシャンであり音楽講師としてフリーで活動しておりまして、活動歴は30年、講師歴は5年、もうちょっとやってるかな一年中音楽に囲まれて生活をしている、そういうやつでございます。その中の、まあ、収入源として、YouTube という新たなね、収入源を求めて、まあ、入ってきたというのがもう本当に一番の目標です。歌ってみた動画、など、僕の活動の履歴というのはこのステップアップ TV の中に入っておりますので、よろしければね、ご覧になっていただければと思います。興味がある方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。そしてこちらももう一回おさらいしておきたいんですけれども、収益化の条件ですね。収益化の条件は大きく2つありまして、チャンネル登録者が1000人以上であるということに加え、1年間の総再生時間、動画の総再生時間が4000時間であるということになっています。ただしこちらにはショート動画の再生時間は含まれませんので、それを除いた分での4000時間ということになっています。これに加えて今年の2月からね、新たなルールが、入ったんですけども、直近90日間の有効な公開ショート動画の再生回数が1000万回再生を超えたら、条件達成になるというルールが適用されています。これはかなりハードル高い、とはいえ、まあ、どちらにしても最もハードルが高いものは登録者1000人ではないかと思います。それではね、もう引っ張っても仕方ないので、もう早速収益発表していきたいと思います。収益公開のルールとして推定額の申告は NG、 ただし確定して銀行に振り込まれた金額であれば、申告していいというルールになっておりますので、振り込まれた金額を発表したいと思います。そしてもう一つルールがありまして、月の収益が8000円を超えなかった場合は翌月に繰り越されるという仕組みになっておりますので、その場合は合算した金額を発表させていただきたいと思います。ちなみにまずはね、あの1000人達成した時いくら言ってたのかなんですが、1000人達成した時は8月、から始まってるんですけども、収益が通ったのが8月のもうほぼほぼ終わりぐらいだったので、この数日間でやはり8000円を超えることはできなかったので、最初に振り込まれた額は8月、9月合算の収益となります。合算された一番最初の収益はなんと27,671円となっております。これね、1000人でこの金額かなりすごいと思います。いろんなの見てますけど、ね、すごかったです。じゃあこれに対して2000人、3000人、4000人はどうなのか、さあ早速発表していきたいと思います。まず2000人からの、収益、この時は、今年の1月2月、の合算となります。1月がね、8000円いかなかった、ということで1月と2月の合算で発表させていただきます。2000人達成時の収益はだーだん24,508円となります。あれ、合算年とはいえちょっと下がってますよねこれは
本当はもうちょっと低かったかもしれないんですが、ショート動画の収益解禁されたおかげでここまで、まあ、盛り返したっていうところがあります。何回ちょっと暗雲が立ち込めておりますけども、これがまず2000人達成時の、収益ですね。さあ次、3000人4月に達成しました。その時の4月の収益を発表したいと思います。それでは3000人達成時の4月の収益はダラーダン、1万200円となっております。半分以下になったこれはね、もう分かりやすいぐらい分かりやすい理由があってね、2月に解禁したショート動画、2月ほんとバブルかのようにものすごい見られました。なのでショート動画の収益がかなり頑張ってたんですけども、同業他社がかなり増えてしまって、もう3月ぐらいからねカクーンと落ち始めてました。その影響でこれだけ減ったと、まあ、これを補填するために持ちトークを始めたっていうところもあるんですけど、本当持ちトークのおかげでギリ1万円保てたかなっていうのが正直な現状でございます。さあこうなってくると不安ですね。4000人達成時、今年の6月ですね。ここまで来るとまあまあすごい人数ではあるんですけども、4000人達成時の収益、6月の収益を発表したいと思います。6月の収益は8489円。8000って言い方おかしい、8000か下がってますね。もう2000、3000、4000のガクンガクンガクン下がってます。はい、まあ、これはねもう理由が1個あってね、1000人達成した時と比べて確実に配信ライブの数が減りました。もうこれが全てです。もうそのせいで、スーパーチャットをもらいそびれた、というのがね一番の理由。しかも6月っていうのは病気してた、時でもあったので、かなり、そして発表会の準備などにも追われておりまして、配信ライブは2回ぐらいしかしてないのかなっていうのもあってね、もう収益がもうカクンと下がってしまいました。そして動画の本数もねかなり減ってたんじゃないかなと思うんですけど、まあこれを見てお分かりの通り、もうはっきり言ってしまうと、まだ4000人達成したとはいえ、スーパーチャットに全てを委ねている YouTuber ということになりますそうなんです。もうだからですね、本当日頃送っていただいている皆さん、本当に本当にありがとうございます。スーパーチャットで成り立っておりますとはいえね、この金額、まあほとんど6月に関してはスーパーチャットの額っていうのは、そこまでないわけであって、なんていうんですかね、それなしでもここまで稼げるようになったっていう意味では、トータルではプラスです。まあとにかくですね、まずは今、まあ、頑張っていきたいことっていうのは、まあ、配信ライブをやっていく時間が正直ちょっとなくなってきてますということで、レクチャー動画を、まあ、できる時にとにかく頑張って、いろんな人に見てもらえるように、まあ、この前も喉が枯れないで長期間歌う方法っていう動画も上げたりしましたけども、こういうのをうまく使っていけたらなと思ってますので、ぜひご参考にしていただければと思います。よろしくお願いします。ちなみに今収益化を目指していてまだ達成されていない方いらっしゃるかと思いますが、ざっとね、僕これやったらいけたよっていうコツをご案内させていただければと思うんですけど、人数を増やしたい、登録者1000人を増やしたい方は絶対ショート動画上げた方がいいです。うちのチャンネル登録者数のほとんどはショート動画から上がってます。これやってなかったら多分僕のチャンネル登録者数2000人もいないんじゃないかなって思うんですね。なのでとにかくショート動画を上げ続ける。これでね、その収益を見込むことだったり、動画時間を稼ぐことは全くできないんですけど、登録者絶対に増やせます。逆に総再生時間が足りていない方は、もうこれは前も言いましたけども、配信ライブをやり続ける、もうこれにつきます。これやっとけばですね、簡単に、長い時間の尺を、1人の単価がやっぱり高い。1時間やったら1時間1人が見てくれるわけじゃないですか。それって普通の5分の動画何本分だよって話なわけですよ。なのでもうとにかく思ったら配信ライブを開く、そして開きまくる雑談でも何でもいいと思います。それだけでも4000再生
4000時間には近づいていくかと思うので、ぜひ来てみてください。ということでですね、今回は1000人の時よりも、収益を上げることができないという残念な結果になってしまいましたけども、まあこれはもともと想定済みであってですね、まだまだ私の頑張りが足りていないという証拠でもあります。それに向けての準備はもう着々と進めておりますので、ぜひともここから逆転のモッチーを見守っていただければと思います。次回は5000人達成した時にでもやってみようかと思いますので、ぜひまたご覧になっていただければと思います。本日の動画は以上となります。最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。この動画が良かったと思う方はグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。どうもありがとうございました。